こんにちは、梶谷雄です。今回はですね、小手打ち5戦後半ということで、小手打ちのですね、解説動画となっております。上から小手打ち、下から小手打ち、面フェイント小手打ち、回して小手打ち、押さえて小手打ちですね、実際に面をつけて練習風景とともにポイントも含めてですね、紹介させていただきました。相手によって技の選択を変える、まあ技のバリエーションを増やすっていう意味を込めてですね、私自身が高校時代、それから大学時代にですね、実際に練習してきた、小手打ちを紹介していこうかなというふうに思います。まずですね、紹介する、小手技の種類を確認していこうかなというふうに思います。一つ目、小手から小手打ちです。二つ目、払い小手ですね。三つ目、押さえて面フェイント小手です。四つ目、下を攻めて面フェイント小手。五つ目、小手面から小手打ちです。特に難しくなってくるのがですね、この3つ目以降の、実際に打つと 2.5 段技みたいになるんですけど、3段技、かなというふうに思っております、上から固定、下から固定がですね、変化なしの技で、回して固定とか面フェイント固定というところが、まあ、変化技2段技ですね。で、押さえて面フェイント固定とか、はい、こういったところが3段技っていうふうになります。何が難しいのかってところなんですけど、まあ、足さばき、まあ、スピード、それから精度だったりとか、技を出すタイミング、組み立てってところが難しくなってきますね。まず足さばきですね、打突するときに右足で移動してしまうと、例えば小手面を見せて小手ですね、小手面を見せて小手ってなると、左足との距離がどん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 広がっていくんですよね。そうではなくて、両足で移動するところ、右足だけで移動するところとか、打った後の足さばきとか、はい、そういったところをですね、実際に動画を見ながらですね、ぜひ研究してみてほしいなというふうに思います。スピードに関しては私結構音でイメージしておりまして、口で出す音に対して技の、スピードをつけていくみたいな感じですね。例えば、押さえて面フェイント小手だったら、タタンタンとか。面見せて小手だったらダダンとか、はい、こんな感じですね。やり方はですね、本当に人それぞれだと思いますし、真似はしなくてもいいんですけども、要はですね、こう実際に市内でフルスピードとか足さばきよりも、今口で出したダダンっていう出したよりも、市内とか足さばきの遅くなるはずなんですよ。このですね、音のイメージ練習だけでも結構自分自身を常に成長させることができると私は思っておりまして、ダダンっていう音についてきたら、またですね、口をさらに速く言うんです。ダダンみたいな。はい、感じですれば、どん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 スピードって上がっていくと思うので、この音のイメージ練習、ぜひやってみてください。で、精度についてはもう、これは試合で一発で仕留められるだけの練習をもうひたすらやるってことですね。今みたいに音のイメージとかやりながら、何度も何度も反復して練習するっていう感じです。技を出すタイミングについては、こう、間合いが近すぎたらそこから変化するわけなので、相手から打たれるリスクもありますし、さらに前に行くと、詰まって打てないみたいな、感じになってしまいます。逆にですね、遠い間合い、こんなところから変化技をしても、あ、変化技だって相手は気づいてしまうので、遠い間合い、近すぎない、こういったところですね、間合いやタイミングってところを意識して練習する必要があるかなというふうに思います。最後に組み立てですね。組み立てはおそらくなんですけども、今後もずっと伝えていくことになるとは思いますね。本当にですね、剣道において組み立ては重要になるので、何度も聞いてですね、あ、組み立て忘れてたっていうところを思い返しながら、やってみてほしいなというふうに思います。はい、具体的にですね、少し解説すると、小手を得意としている場合、小手を何度も打っても小手返し面大技で打たれてしまうので、まずは面を打つと。面を打つことによって、相手は危ない、面は危ないと思って手元を上げる選手に対して面見せて小手とか、小手打ちを狙えるっていう感じですね。こんなイメージでやっております。今回はですね、技の紹介なので、具体的にですね、こんな場面で使うっていうところは、実際ですね、皆さんで一度考えてみてほしいなっていうふうに思います。考えるだけではイメージしにくい部分はですね、いろいろな選手の一本集をぜひ見返してほしいです。あ、この技、こんなところで使うのかみたいなところをですね、研究材料として使ってみてほしいなというふうに思います。はい、それではですね、ちょっと長くなってしまったんですけれども、実際にですね、小手打ちの解説に入っていこうと思います。小手から小手打ち。
はい、いかがだったでしょうか。打つタイミング、音のイメージってこれできましたでしょうか。結構ですね、足さばきとか複雑だったかなというふうに思います。私のイメージなんですけれども、多くの選手はこう変化なしの技、二段技まではかなり、練習されるんじゃないかなというふうに思います。ジェイコでもですね、よく二段技は打ってくる選手多いんですけれども、三段技を打つ、それもですね、かなりの精度で、スピードもあって、突入感ある選手は大体強い選手だなというふうに思っております。ただですね、変化技ばかり練習していてもですね、変化なしの技に負けてしまいますので、本当にですね、バリエーションを増やすという意味でですね、練習してほしいなというふうに思っております。そうすることでですね、こう絶対に取らないといけない場面で、こう一本打ちの技しかない、バリエーションが少ないという理由でですね、負けてしまうのは本当にもったいないと思うんですよね。だからこそですね、前回の小手打ちとか、今回の小手打ち、あるいは面技とかもですね、解説動画作っておりますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。変化なしの技、変化技、二段技ですね、三段の技をうまく活用して、重要な場面で一本にすることができるように、ぜひ練習してほしいなというふうに思います。また次回の動画を楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。